何の祭りなの？ここの増田神社っていうところのお祭りです。日本で初めてあの神様になさった警察官の、昔明治時代大正時代知らんばってあのコレラ時代の流行った時に赴任してきたばっかりのその増田巡査って人がもう移るって分かっとって逃げんで看病はしとらすとですよ。であんまりこう流行りすぎてこう町の人でさえ逃げていくぐらいの時にその巡査は赴任したばっかりの時が最後までかかってからでもう治療し自分してもらう時点ずっと死ぬまでおらしたとですよ。それで日本で初めて神格化されて神社ができたとですよ。それで警察官のそうなんですよ。だけ日本で唯一 の, 神あの警察官になった神様っていうことで小岩佐賀の田舎のほら港町ちっちゃか港町場って毎年警視総監とか結構警察のお偉いさんも金沢とですよ。もう少ししたら船でブルーってあの佐賀県警察とかいうクルーザーで多分気になると思うんですよ。まだここにつけらすそんなら、いやいや向こうにつけんさです。そして夜は花火大会のあることですもんね。ここはそういうけん今さっきもそういうけん 今から音楽隊があの演奏してもあれも警察の音楽隊やし、あと今もうマイクロバスで帰ったばって毎年この年時代の警察学校時代におってその警察官になりかけよう人たちも必ずお参りに来ようとですよ。それはもう佐賀県だけの話のことばですね。サバがどうしてもやっぱ表層におるけんですね。ああ味やもんね。もうその味もちっと刺身になんとかならんことなかで頑張れば。おうおうおお、もう延べ竿状態でよかですね。ガイだけ湧いとったらいらんですね。うん、あ向こうのポイントもそかん感じですか。まあ大体ここら辺水深のあんまり長けんですね。あそこの沖の鳩殿が前エギングに来たりしたことばってあそこら辺浅赤も長んしとうけどいや船の通り道考えて通らんぎ座礁することしとんもん。上に砂漠が湧いとうけん見てから投入点場決めようわけですね。ああそれは確かにあそこは味の方が早か早か、あーなるほどね。アジの二電掛けね、サバもおるばってん。なるほど。Thank you.